どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。どうも、マシロです。本日は埼玉県の狭山スポーツセンターに来ております。そこで本日は、大井くんと守備対決をしようと思います。はい、ね、守備の名手の大井くんにね、ピッチャーの俺が勝てるわけないと思うんですけど、レッツチャレンジ、この源田グローブで挑んでみようと思います。で、大井くんが使ってるグローブはてっぺんです。てっぺんというグローブ、はい、これで今日はマシンのスピードをマックスにして、それで、対決をしようと思います。ミスった回数が多い方が負けた。負けです。大丈夫か、ジュースでいいか。ジュースでいい、ジュースにしましょう、優しく。はい、では行きましょう。はい、はい、です。じゃあまず、見ていただきます。お願いします。最後は太陽ってやるね。やりましたけど、お互いエラーが 3-3 なんで、もう一試合ですね。もう一試合延長戦ということで、延長戦ということで、はい、ミスした方が少ない方が勝ち。強さは一緒ですか？強さは行きましょう、マックスで。結構ね、やばいですね。ストファイア行きましょう、行きましょう、よし。
守備達人とピッチャーと行きますよ。はい、かわいい、いけいけ、ということで延長戦終わりました。4エラー、2エラーということで守備の達人の大井くんの勝ちです。おめでとうございます。勝利様ですね。後半バテましたね。後半バテました。前半は結構いい勝負だったんですけど、そう、2セット目に入ってから横に弱くなったからっていう、そう、ちょっと体力ないとそこでちょっと差が出ましたね。そうですね。やっぱさすがっすわ。やっぱ守備いっぱい受けてるね、大井くんとやっぱね、間違いますわ。はい、はい、ということで今回は、大井くんと対戦をしまして見事負けまして後でジュースを買ってくるということで今回の動画はこれで以上となります。チャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。それではありがとうございました。8月のプレゼント企画、皆さん夏休みは楽しんでおりますか？アディダスの軟式内野手用グローブをプレゼントします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンで応募完了です。どしどしご応募ください。皆さんいつもありがとうございます。